そんな苦しい今回から生まれないならなったの気づいた敗者たちはどんな声をかけたいか。監督も今日はかなり大きなガッツポーズを何度も見せてますね。今日、明日は勝ってもらいたいですね、はい、また前回のオリンピックを上回る日本メダルを狙うというね、リオデジャネイロでありますね。そうですね、まずは明日の試合に対応してくれて勝ってもらいたい。